さあ、始まりました。もちつチャンネルです。さあ、2024年度第1回英検準1級行われましたね。はい。要約問題と、そして語彙問題について見ていきたいと思います。はい。今回も、英検勉強するなら最強アプリデータパンさんの提供でお送りいたします。こちらのデータを使いながらね、いろいろ見ていきたいと思うんですが、さあ、受けた皆さんどうでしたか？初めての形式でしたけども、要約問題どうでした？時間足りました？まあいろんなところに引っ掛けが用意されてるなっていう感じでした。とまあ無料のフードをスチューデンツ全員にあげ続けるかっていうのがまあポイントだったわけですね。だから今回のそのトピックをまずだから全員に全生徒にっていうところ抜かしたりとか、その与え続けるのところ、ここの2つのポイントをまあ逃しちゃう人が多いんじゃないかなと思いましたね。まあ模範解答まだ出てきてないんでわかんないですけど、多分ここで引っ掛けようとしてんじゃないかなと思って、生徒に与えるしか書いてなくて減点されるんじゃないかなと思った。で、形としてはアドバンテージとディサドバンテージっていう形はやっぱり同じでしたね。だからいろいろと入ってたと思うんですよ。 therefore がいたり additionally がいたりとか、あと however consequently なんかがいましたね、本文中にね。だからそれらがヒントになるかなって思いますね。まあ栄養がねちゃんとあって、雨がすごくなってきた、はい、栄養があるからそれによってでうまく学校で行けるとか、あとは親がね忙しいっていうのがあったよね、プラス面で。でマイナス面として、全員分ってことは大量に作んなきゃいけないんで、大量に作るんだけど結局食べないで残しちゃう人がいるからフードウェイストですよね、それがすごくなっちゃうっていうのがマイナス面でした。はい、これらをちゃんとつなげてようやくできてるかっていうのがポイントになりますね。できました、ぜひ感想ください。それでは語彙問題見ていきますね。今回出てきた1問目はイノベイティブ、まあこれは簡単ですね。イノベーションとか日本語でも言うしね、イノベイティブアイディアって感じだったね。2回目の出題で2回正解ですから毎回正解になってますね。2つ目がダイグノーシス、4回目の出題で3回正解、あかなり出やすいですね。お医者さんが見てくれることです。次はアッターですね。アラーは動詞で出てましたね。3回目の出題で初めての正解と、アッターアワードっていう形でしたね。次がロビー、はい、2回目の出題で初めての正解ということで、動詞のロビーですね。いわゆるロビー運動とかっていうじゃないですか、政治家にこう働きかけるやつ、あれがロビー人 to do の形で出てました。次がエクスパティーズね、はい、5回目の出題で3回正解、お結構なってるね。まあこの専門知識とかっていうのはトイックでもよく出てきますね。エクスパティーズぜひ知っといてください、これ大事な単語です。次が、ディフレクト、これはちょっと面白いなと思った。5回目の出題で初めての正解、あ結構出てきてはいたんだけど正解になるのは初めてだったんですね。だからリフレクトとかさ、リフレクションとかね、それを跳ね返すのは有名だけど、こうね反らすっていうのがね出てきました。サッカーだったよね、話はね、こうキーパーがこうバーンってやるっていう話だったと思いましたけど、続いてアウトゴイン、4回目の出題で2回正解、まあゴーアウト外に行く、そういった性格の人ですね。この内気の逆ですよ。続いてコーインシデンスが5回目の出題で4回正解、バイコーインシデンスっていう形で出てきましたね。偶然っていうフレーズです。続いてが bearable、 bear が我慢するなんで我慢できるという意味ですね。4回目の出題で初めての正解。次が disposable ですね。まあこれはとても大事な単語です。dispose が捨てるわけですけど、disposable ですね。捨てることができる。だから1回だけしか使わないやつですね。disposable plates でしたね、今回ね。皿でしたね。4回目の出題で3回正解になってます。次が aptitude ですね。まあ才能だったりとか、それに適してるっていうことを表すやつですが、3回目の出題で3回正解ですね。これ adapt の apt と同じですからね、これね。そう、適応するってこれね、一緒につなげると、アダプト、採用する、選ぶの方ですけど、これとごっちゃにならないので、知っといてください。次は cling ですね。4回目の出題で3回正解。おかなり正解になりますね。cling to の形ですね。これくっつくっていう意味なんですが、まあ過去形が clang なんで、これ知らなかった人はそっちもちゃんと覚えとかなきゃいけません。続いてが paraphrase ですね。はい、パラフレーズする、言い換えるってことですね。2回目の出題で2回正解。お毎回正解してますね。はい、そう、パクっちゃダメだよ、言い換えなきゃダメだよっていう、なんか、要約問題、皆さんこうやってやってねみたいなメッセージですね、はい、続いてがフラグメントですね、この破片とかっていうやつですね。今週使った単語だな自分自身は。
ガラスでしたね。ガラスの破片っていうので出てました。4回目の出題で2回正解で、ここからが熟語になりますが、もうね25問あったのが18題しかないからさ、7個も減ってるからすごい変な感じ。feel for ですね、同情するとかっていうやつですね、はい、あなたのために感じるみたいなんだから覚えやすいです。これは3回目の出題で2回正解と。で、次は get down to、 あ、これよく使いますね。4回目の出題で4回正解です。毎回正解です。これめっちゃ出てくるわけですね。get down to business とかっていうのはめちゃめちゃ使うんですけど、こう仕事始めるって思いっきり get down to business で出てましたね。続いて put forth、 はい、これも重要熟語ですね。2回目の出題で2回正解、あ、毎回正解ですね。いろんなので使うんです。 forth がほら前なんで、前に出すっていうので覚えておくといいですね。で、後ろに effort ですね、努力をとっていたんで、そう、努力するっていう意味ですね。 put forth と effort と一緒に使うと覚えておいてください。続いて stick up for、ね、その人をいろいろ言われてる人をね、こう支持してあげるとか、そういう時に使う表現ですね。ほら、なんかスタンドアップフォーとかさ、スタンドだと分かりやすいんで、その人のために立ち上がってあげるみたいなね。なんで一緒につなげて覚えておくといいと思いますね。5回目の出題で2回正解で、スティックも過去形がスタックなんで、これ気をつけてください。スタックアップフォーっていう形で出てました。そう、だからクリングとスティック両方ともね、I を U に変えるっていう過去形だったんで、ちょっと知らない人が出ててもおかしくないかなと思いました。はい、いや、問題数が減ったというのでね、長文一つとこの単語が7つ減ってどうでしたか。ぜひ皆さんの感想を聞かせてください。だ、今回は全問デタタンに載ってたわけですからね、新たなものはなかったんで、デタタンをちゃんとやっていれば全問正解ができたという回だったわけですよ。それでは実際にデタタンを使ってやってみましょう。今回はじゃあ形容詞やってみましょうかね。形容詞、えい、問題解いてみます。 edible、 edible は食べれるわけですね。 eat できる。 affluent、 affluent、 あー、これ大事な単語ですか。 vividVivid、 鮮明。 Vigorous、 Vigorous は力があるから正直。 Trivial、 Trivial、 些細な。 Persistent、 Persistent、 ずっと続く。 Course、 Course ね、こういう Idle、 Idle、 何もしてない。 Bulky、 Bulky はかさばった。 Intact、 Intact、 無傷の。 Daring、 Daring ですね、大胆。 Skeptical、 Skeptical は疑ってる。Contagious は完成する。Extravagant、 Extravagant はこれ。 Durable 耐久性。はい、こんな感じでやるわけですね。で、ここの D ボタンを押すとですね、はい、こんな感じでどれだけ出題されたかっていうのが、見れます。何回出題されて、そして何回正解になってるかっていうのを見ることができます。で、Contagious っていうのがあったとして、こういうふうにですね、辞書とかいろんなもので検索することができるんですよね。まあ、僕は物書き堂っていうのを入れているので、そこで飛べます。こういうふうに Contagious だったらこういうふうに見れますね。まだジーニアス、英和大辞典とかだったら語源も見れますね。コンタクトと同じ語源だよとかっていうのが見ることができます。で、さらにはこの Youglish とかに行けば動画内でどんなふうに使われているかを見れますね。 But dandruff isn't contagious or a great threat to our health and Malassezia seem to accept. So the hypothesis here is that yawning becomes contagious, so the... あくびっていうのがうつるっていうね、はい、そういうふうに見ることができます。こんな風にね、さまざまなデータを見ることができますし、何だってこれは新しくね、単語初登場っていうものがあった場合は加わっていきますから、どんどんね、その正解の選択肢だけじゃなくて、全ての選択肢のものが入れられていきますから、新たに出てきたのであればどんどん加わっていきます。なんでぜひですね、皆さんもダウンロードしてみてください。はい、でしょう。ありがとうございました。 Thank you for watching。 はい、ぜひ受験された方、感想待ってます。